史上最大の日常へようこそってことで、明日4時起きなのに夜になっても動画撮り続けてる男は誰かというと、太郎でございます。左からどうもこんにちは、太郎でございます。ってことで今回はですね、今すぐ離れるべき人7選、リーブリーブということでお送りしたいと思います。21、それリーブ21、拍手ということで、まあ、離れるべき人っていう、まあ、ちょっと話したタイトルではあるんですけど、まあ、もしそれがね、例えばこのゾウ君が僕から離れるべき人だったとしても、このカエルちゃんからしたらこのゾウ君と会うかもしれない。そんなところもあります。この校長色似てるね。実はこっちが僕で、こっちがカエルちゃんだったり。感じで送りしたいと思います。4年前実はおたまじゃくしやっててさ、ね、そんな話はないんです。一個ずつも見ていきましょうね。はい。今すぐ離れるべき人7選。一つ目、否定しかしてこない人。うん。まあ、これは良くないよね。否定しかしない人ね。他人の欠点とか否定するべきところってやっぱ簡単に見えるわけですよ。僕もこれが僕じゃなかったら、僕じゃなかったらね。まあ、昨日。あ、いや、置いとこ。巻きの置いとこ。はい。巻き戻してって感じで。僕じゃなかったら、っていうことですよ。もっと改善するべきとかいっぱい見えてくる。だから僕も他の人の動画を見たら、あ、いや、こここうしろ、こここうしろとかね。もっとちゃんとしたマイク使えよとか、プピルとかっていろいろ言うことはできると。だけど自分のこととなると、なかなか見えないでしょ。だから自分のことが見えないんだったら、人のことなんか言ってるべきじゃないよってことですね。まあ、一つ言えるとしたら、僕の、否定するべきところは、早口なところということで。ここはまあ少し抑えつつ喋っていこうと思います。よろしくお願いいたします。二つ目いきたいと思います。今すぐ離れるべき人7選。二つ目、お金と時間にルーズな人。ああ、そうですね。僕は、お金にも時間にもルーズですね。よくないですね。でも、例えば時間がなかったり、まあ、お金がなかったりけど、どっちもだけど、制限、もうギリが来たらそこはちゃんと、感覚はちゃんと持ってます。だ逆に、時間があったり、お金があったりしたら、そこはやっぱルーズになっちゃうから、そこで僕はやっぱり貯金ができないんだろうなとか、あ、時間の使い方か、がうまくできないんだろうなって反省しつつって感じなんだけど、そんな感じですね。お金と時間、ね、ちょっとこう触りながら自慢する。今年の夏、なんで急に今年の夏の話。いや、まあ、言うてもね、この今雰囲気が夏だったから、僕の今着てる服、この服も最近よく着てるなっていう、まあいいんだけど、これ楽なんですよ。やっぱね、夏はいいね。うん、冬もいいんだけどね。冬もいいんだけど、夏もいいね。もう海大好きで、もうサーフィンめっちゃ好きなんですよ。やったことないんだけどね。やったことないんかいみたいな感じ。そう、やったことないんだけど、もうサーフィン好きで、とか海が好きで、去年初めてね、サーフィンの一歩手前の人がやるみたいな、こういう板があるんですよ。それを500円かなんかで1日借りて、ずーっと海の中泳いでましたね。一人で。そう、萌えはね、海入るの嫌いなんですよ。だからもう一人で、ずーっともう、潮の流れがね、海岸が、まあこのビーチがこうあったとして、まあ人がガウジャーって、ここに海の家とかね、去年もあったんだよね。海の家がガーってあったら、潮の流れこっちなんですよ。最初ここからプチョンって入るわけ。もうなんかゆーらゆーらしてたら波にこう流されて沖こうね、ついて、でまた沖の方行ってこうなるっていうのを繰り返していくわけですよ。端っこまで来て、萌えは海岸をこう歩いてくれるっていう。一緒に二人でこっちまで戻ってって、俺はまた海に入ってこうやってる。これをね、一日中やってました。一日中やってても飽きなかったから、僕海ほんと好きなんですよ。うん。どのくらい好きかっていうのはもう言わないでおきます。大して面白いお花が浮かばなかったんで。でもほんと海好きなんで、サーフィンしたいなと思って。磯はね、もうほんと海の近くにもうなんか一個家建てたりして、もうサーフィン三昧で、夜はもうバーベキュー三昧みたいな。絵に描いたような大学生の夢を未だに持ってる男、太郎でございます。右から太郎。よろしくお願いいたします。次行きましょう。今すぐ離れるべき人7選3つ目。今すぐ離れるべき人7選3つ目。合ってたね。合ってた、ね。なんとかなんとか7選何個目っていうのをもう常に言ってるから、頭がおかしくなってきてました。来ましたけどもね。3つ目。自信がなく常にネガティブな人ってね。逆俺ですね。自信があり、常にポジティブな人でございますけれども。まあまあ、ポジティブって大事だよね。急に声高くなったね。ポジティブって大事だと思います。で、自信があるのも大事だと思います。これを継続するのはなかなか辛いと思います。辛いよね。うん。辛いっていうか、まあ、すごい辛い体験したことある人とか、まあ、今、いろんな、ま、ひどい辛い体験になるけど、そういうことをした人って、そこを乗り越えてきた強い感があるんだよね。その乗り越えてきた時に、常にポジティブっていうのを手に入れてる人ってたまにいて、その人と一緒にいると、もう、ほんとこいつお前はいつも明るいな、逆に心配になるぐらい、うん、明るいなっていう人もいますよね。素でやれてる人も中にはいてさ、そういう人はやっぱすごいなって思うよね。うん。まあ、自信あって常に明るいっていうのは最強だと思うよね。私は最強って言うとあるじゃん。あれをカラオケで歌ってる人がいて、僕一番端のトイレに行ったんですよ。その人僕全く知らない人なんだけど、私は最強の今日が一番端のトイレでも聞こえてた。あそこのカラオケの防音設備どうなっとんっていうぐらい、扉をバンバンバンって抜けても最後まで音が届いてたっていう、なんかすごい人がいましたね。うん、そこそこ歌うまかったなって。何の話？次行きたいと思います。今すぐ離れるべき人7選4つ目。いつもやる気のない人。でもやる気のない
ない人ダメ、まあ良くない、まあいいことはないと思うけど、その人が常にってことじゃないじゃん。やる気ある時ない時、ある時ない時って絶対人間あるじゃん。その層の時、鬱の時、層の時、鬱の時ってあるから、僕も結構それは、まあ激しくはないけど、まあありますね。やっぱり、うん、同じ動画撮ってても、まあ、まあ動画撮ってるっていうテンション、最低限のテンションを担保しつつも、やっぱりその中で上下があって、今ね、下の方なんですよ僕今。だからちょっとどうにかテンション上げて頑張っていかなきゃなというところで、話は全然変わるんですけど、おいおい話変わってきたぞこいつ、どうする、見るのやめる、もうちょっとだけ見て、もうちょっとだけ見てって感じなんだけど、最近ねカーテンを買いに行きまして、そのオーダーカーテンってやつなんですけど、まあなかなかいい値段するんだけどね、そこの店員さんが、この話落ちない。この話を、まあいいか。まあ、そんで、女性のね、まあなかなか、僕と同い年ぐらいかな、あの若い綺麗な方だったね。カーテンこれいいですよ、これいいですよ、勧められたんだけど、その人の、下ネタは良くない。まあいいか。その人のね、その右手の人差し指だけ爪がすんごい綺麗に切られてたの。もう完璧に。で、他は全部逆に伸びたね。逆に伸びてたんだよ、他が。付け爪じゃなくて、ちゃんと地の爪で伸びてたから、あ、この人結構ネイルとか爪の手入れしてるんだなって思ってて。パッと右手のここだけ見たら、綺麗に全部切ってたんだよ。あ、だから、あ、エロいんだなと思いました。次行きましょう。僕のね、この動画を見てくださる数少ない視聴者の方からのクレームでですね、急に下ネタ入れるなっていうのが入っておりまして。まあ、それ確かにそうだよね。まあ、家族で見てたと。うん。で、あ、例えばもう僕のこの動画、この画面が、例えばこのでかいテレビとかに映るわけじゃんってなった時に、急にね、そんなでっかい声で下ネタを言われたら、もうこっちの体勢どうなるみたいな。ちょっと待ってみたいな。一人で聞いてたらいいけどさ、普通にプッて笑うけどさ、家族いるのにみたいなね、友達いるのにちょっと変な空気になってまうやんみたいなことがあるかと思うんで、そこは僕もちょっと考慮しつつね、おっとか、おっとか、くっとか言うときは、ちゃんと言うぞって言ってから言いたいと思う。お、言っとる。もう言っとる。次行きましょう。今すぐ離れるべき人7000。5つ目、ありがとうできない人。ありがとうできない人。って感じだよね。まあ、ありがとうってなかなか難しいね。思うことは絶対思うじゃん。でもそれ言わなきゃダメだってところだと思うんだけど、リラックスしてたり、他で考えることあったり、別のことに集中してたりしたらなんかされたりしたら、おー、OKOKOK とかって。ありがとうと思ってんだけど、それを言い忘れちゃうってことはあるよね。うん。で、逆にありがとうって言ってくれればね、人間関係うまくいくと思いますよ。何でも。例えばめっちゃ喧嘩してても、お前とは絶好だからな、ボールプーン、ボールどこ蹴ってんねんみたいな。タクヤ君とは仲直り絶対しないんだからとか言って、ふーってやって、なんかこの中に揺れるんだよね。小学生としか揺れる。次の人が学校行ってさ、昨日はごめんな、これやるよとかって消しゴムプレゼントして、あ、俺こそごめんな、これやるよとかってなんかね、なんか文房具プレゼントして。そんな時にありがとうって言うんだよ、ちゃんと。おー、お前誰やとか、タケル君って誰、タケル君ここに出てきてない。タケル君ここに出てきてないよ。誰だっけ、タケル君じゃなくて、タクヤ君だっけ、タクヤ君ね。俺な。俺じゃない。俺。次行きましょう。今すぐ離れるべき人7000。6個目。話聞かない人。話聞かない人、俺から離れるべきかもしれない。話聞かない。まあそうね、その興味ある話とか、自分に関係のある話だったら全然聞きますけどね。話聞かない人。まあ確かにね。話聞いてくれるとやっぱ寂しいよね。だから話すのが上手な人は話聞くのも上手って言うじゃないですか。7、3って言いますよね。3喋って7、話聞く。で、それを意識してやってるとうまくいくっていうところだと思いますね。はい。だから僕ね、お前は僕の話ばっかりだな、すいません。僕なんだけど、これはね、僕なんだけど、あのね、この動画でこうベラベラ喋ってるから、僕結構おしゃべりだったはずなんですよ。例えば、なんか友達とご飯行ったとか、なんか飲みに行ったとか、まあ、ベラベラ喋ってたんだけど、最近喋んなくなって、なんでかって言ったら、この動画で喋ってるから、その喋りたい欲がないわけ。だから喋りたいことはもうここで消費できてるわけ。すいません、この吐き口にしてしまってって感じなんだけど、さっきのカーテンの話でもいいし、今のだともう友達との飲み会のもう一杯目ぐらいのレベルじゃん。カーテン買いに行ったんだけど、そこのお姉さんすごい可愛かったんだけど、人差し指の爪だけ切ってたんだよね、綺麗に。そういうことだよね。飲むぐらいじゃん。ちょっとタコサだけ頼んどいてみたいな。そんな感じでしょ。だからタコサって美味しいよね。まあそれ置いといて、そんな感じだから、それここで結構喋っちゃってるから、まあそれはそれで、まあ別の楽しみ方もあるし、いろんな人が見てくださってるとかね、こういうのでみんなに楽しんでもらいたいなと思いながら、僕も一応喋ったりもしてるんで、そこはそこでね、別の楽しみがあるのかなと。何を言っとんのお前ってことで、最後行きたいと思います。今すぐ離れるべき人7007個目、自己中。僕の出身の中学、自己中ってぐらい僕自己中中心的なんですけど、お前自己中出身かっていうぐらい本当に、まあ良くないけどね、まあ、自己中、うん、
まあそうだね。そうやって、ふとした時だよね。もう前も話したけど、ふとした時に、自分が意図してない時、意図してないところで自己中になっちゃったりしてる時ってやっぱりあると思うんですよ。まあ僕も、もあるし、自己中で行こうみたいな、なかったっけ？乃木坂の曲で。まあその話置いといて、ここの部屋ね、まあちょっと話は変わるんだけど、ここ今アパート住んでんだけどさ、昼間は結構でかい車通ったりして、その音が聞こえるんだけど、もう夜になった瞬間、シーンってなるの。で、車通ってるは通ってるんだけど、静かなんだよ。他の人たちの、もう声も全然聞こえないでしょ。僕がね、こう大きい声で、どうもこんにちはとかで喋ってたら、もうそれがもう、ぷわー広がっちゃうみたいな、恥ずかしいみたいな感じなんだよね。って感じでございました。ということで今回ですね、今すぐ離れるべき人7選ということでお送りさせていただきましたが、いかがでございましたでしょうか？ちょっとこの人やだなとかね、仕事場とかまあ、普段ずっと一緒にいる環境でこの人がやだなとかって思った時に、まあ、みんなの何個か当てはまったら、まあ、自己中、まあ、だけどっていうのがあるのかな？否定しかしてこない人だけど話が面白いとか、そういう時迷うと思うよね。うん、お金と時間にルーズなんだよね。だけど、優しいとか、いつもやる気がないんだよね。だけど、面白いとか、なんかそこだけどっていうか、なんかついたら、まあ、そことそこで、まあ、完璧な人はいませんから、僕だったら、うるさい、早口だ、なんていうかわかんないというところもあれば、もしかしたら僕のいいところもね、どっかであるのかもしれないってところで、どっちを取るかってところで皆さんもね、いろいろ参考に、まあ、今後の、まあ、4月ですから、環境も変わってきたり、付き合う人間関係も変わってくる頃だと思いますので、今すぐ離れるべき人7選というのですね、ぜひ参考にして、今後とも頑張っていただきたいなと思いますのでですね、何を頑張るのか、まあ、仕事だったり、まあ、その日々の生活をね、一生懸命楽しんでいきましょうということで、今回こんな感じでお送りさせていただきました。最後まで見ていただいたあなた、本当にありがとうございました。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。それでは、ありがとうございました。失礼します。さよなら。ありがとうございました。失礼します。